五等分の花嫁7枚やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。おお、うまそう。なやこれ、ファミレスかい。いやー、みちこがこんな時間に起きてるなんて、家で食える。珍しいですね。5人の中じゃドベだけどね。ニノがこれ作ってるのかな。ミクもいつの間にかベッドからいなくなってたし。おお、やばいね。ミクを探しに行ったっきり、やつも帰ってこないわね。やばいね、やばいね。彼はこれニノが作ったのかな。昨日の話をもとに。まだ寝てるんじゃない。あいつ本当に止まったのね。まあそれもあと少しの辛抱だね。ニノも勉強参加すればいいのに、案外楽しいよ。Yes、うんうん、お断り。イツキ、あんたはほだされるんじゃないわよ。素直になればいいのに。イチカちゃんええですな。どうも彼とは馬が合いません。この前もいさかいを起こしてしまいました、うん、些細なことでムキになってしまう自分がいます。私はイチカやミクのようにはなれません。これ本来ならば本当に嫌いだったら詳細を言って、こんなに嫌なやつなんだよっていうことを詳細を持って言えばいいのに、言わないっていうところからしてもわかる。好きなところもあるんだよね。これええですな。なれるよ、いつきだって。お、今なんと、お、こうしてここの紙を持ってきて、ほら、肉の出来上がり。私は真剣に言ってるんですが。そっちに行った。確かに出来上がり。ごめんごめん、かわいい。五つ子ジョークだよ。五つ子ジョーク。髪の分け目が逆。あと、そこかよ。もっと寝ぼけた目をして。そこかよ。この毛邪魔だな。私で遊ばないでください。朝から元気やろう。ちょうど肉もいないし、これで騙せるか試してみようよ。マジで？だから服も変えなきゃ。多分無理やろ。大丈夫、わかるやろ。あいつに私たちの区別なんてできるわけないでしょ。多分わかるよ。いいですね。でこっちはこっちでこの大騒ぎ。なんだやばいな状況は。てか隣で寝てるこれ誰だ。誰だ。昨日俺はミクの部屋で寝て、そうだ、このパジャマを着てたのはミク。そんなレベル。そんなレベル。とにかく起きたら面倒だ。わかるやろ。てか掛け軸、誰かに見られたりしたら。掛け軸なんか書かれてるがな。前回書かれてなかったけど、なんか書かれてるがな。もうちょっとなんかテーブルに置いてあるやつもなんか見えるようになったけどさ。はい、なんかいろいろと書いてありますけどもね。風鈴じゃない、山林受けよう悠々白書。僕も誰かに見られたりしたら。まあそうだね。いや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 、ミクの中に、だったらこいつは、ま、このパジャマ、パジャマで判別かよ。 どうしたイツキ、わかるんですね。ほほほほほほ、今度の中間。用がないならもういいかな。ちょっとほら、着替えるから。わお。マジで、もう結構。区別ついてないんだね。わかるもんだけどね。しまった、外で話を聞くだけでもよかったか。風太郎くん、おう、ミクどこ行ったか知らない。あ、図書館かな。図書館、私たちも気分を変えて図書館で勉強しよっか。図書館、そうするか。じゃあ、四つ葉に連絡しとくね。先に早く出ようっていう魂胆だな。ミクはどこかな。大丈夫だったな。いないですね。後でバレそうだけど。このままでいいのか。自分の部屋に戻ったって。たとえ退学になってもあなたからは絶対に教わりません。思い出したらムカムカしてきた。でも本来は違うもんね。5人みんなでだからな。しかできないことがあるからお願いね。おお、上杉さん、折れるとこ折れなんだ。あ、いや、その四つ葉、例えばだ、この先5人の誰かが成績不良で進学できなかったとする。その時お前どうする。私ももう一回2年生をやります。おお、絆かわいいな。とは言っても私が一番可能性が高いんですけど。でも上杉さんがいればそんな心配いりませんね。明るい子やな、本当にいい子やで。上杉さん、風太郎くん、私うっかり筆箱忘れちゃった。いつか書くものなら私がたくさん。私たちで先に始めてるから忘れ物取ってきてくれる。いいですな、いいですな。ああ、行ってくる。この姉ちゃん本当いいですわ。さすがは長女や。さすがは長女、気が利く。全部見透かしてる。でも入れんど。ピンポンやろ。おやおや、だろ。図書館に行ったんじゃ。お、忘れ物だ。一花たちが待ってる、うん、先に合流してくれ。あ、風太郎。おう、分かってる。その、うん、もしかして昨日の夜。分かってる。夜といえば昨日の夜はよく眠れたか。俺はどうもベッドになれなくてリビングの床で寝てたから腰が痛い。いやいやいや、うん、おう。
そうだよね。いいんだか悪いんだか。嘘だけど、おそらく知らない方がいいだろう。いやじゃあ図書館でね。どっかで話つながるぞこれ。つながるぞこれ。自分の部屋にいた。これからもう一つ嘘をつかなければいけないんだ。うわ、嘘が嘘を呼ぶ。よくないね。正直がええですやん。出すやん。起きろ。頑張ってんな。え、あ、すみません。すみません。あのやっと見つけたぞミク。え、ほう、あ、勉強サボって俺から逃げてただろう。許さねえぞ。ほら、ペン持て。あの、教科書広げろ。私はバスとしてスパルタ授業だ。お前には絶対赤点回避してもらうぞ。だからミクじゃ。そういや、イツキの姿が見えねえな。嘘か。今も部屋で勉強頑張ってるんだろうな。嘘か。間違ってもうたた寝してるなんてことはないだろうな。どうした、嘘か、ミク。これが嘘になればいいのに。なんでもありま、なんでもないよ。おお、じゃあ始めよう。やば、ついに。今はどこやってんだ。生物だよ。いや、すげえだよ。続けるか。分からなかったところはあるが。そうだ、一昨日は悪かった。うお、何のこと。やば。そうだな。あ、ミクに何言ってんだか。私こそ目がうるっとするわ。おお、ミクこそ何を言ってるんだ。何を言ってんだこいつら。そうだね、ここなんだけど。なんだ、こいつら。そこまで進んでたのか。それは一人でよく頑張ったな。おお、すごいね。よい、それを見ている。どう思うんだい、それを見て。中間試験オール100点でした。おお、はい、イメージね。100点だったよ。はいはいはい、はいはいはい、認めてあげるわ。あんたは立派な家庭教師よ。うわっ、じゃこりゃってなりたいよね。はい、100点。なんかこれ夢みたいだ。夢なんだよな。あらら、あら、もう一日。100点はないよな。もう一日いたか。おお、みんな頑張ってんな。で、図書館に行ってバレなかったか。1週間よく頑張ったな。おお、じゃあバレなかったな。はあ、今日も泊まり込みで勉強。明日が試験なんだ。効率度外して一夜漬けだ。おお、いつき、今日くらいいいんじゃないですか。おお、そういうね。はいはいはい。上杉くん早いですね。いつき、確認だが、うちの学校は8時半登校だったよな。そうですね。それから15分後に試験開始です。お時間、まさか、もう出てる。上杉くん早いですね。いつき、やばいな、確認だが、絶対やばい。うちの学校は8時半登校だったよな。やばすぎくんだこれ。そうですね、それから15分後に試験開始です。おお、うん、あの時計壊れてたりしない。おー、やっばー、やばすぎくん。まあ運動神経やばいからな。車で通学してたじゃん。え、普通にさ、ニノもさ、ニノもここで一緒にこう頑張ってたっつうこと？パッとニノは見当たらんもんね。ニノはどこで頑張っていたんやろうかな。自分の部屋で頑張ったのかな。手前はイチカちゃんですもんな。よっぽどそうやもんな。な気はするけどな。何しても地獄の到来ですな。地獄到来。車で通学してたじゃん。確かに。エバタさんはお父さんの秘書だから。お。お父さんたちがうちにいたらよかったのに。お。そうだな。そうだな。この場合はどうなる。うん、こいつらの父親になんて説明するか。いやー、説明つかんやろ。やばいね。やっぱすっぴん見せたくないな。がバンバン見せてるだろう。さあ。寝ない。優しい。そうなんだよな。おお。寝た。眠いからな。もうダメです。体力が。諦めんな。いい、限界です。限界です。つけ。おお。お腹が空いて力が出ません。まあ好きだもんな飯。わかるわ。どれも美味しそう。おお。悩んでる余裕なんてないからな。ないぞ、適当に取れ。あなたは何にしますか。いや、俺はほら。俺大体迷わないんだよな。残りますよ。あ、やべえじゃん。何とは言いませんが、ご迷惑をおかけしたので。おお、ええー、ですやん。どれにしよう。どれにお前ふざけんな。悩んでんじゃねえよ。急いでるんじゃなかったの。早せえや。どれにしようじゃねえよ。おい、ニノ、あと少しだぞ。おう、金あんだからタクシー乗らないのにの。テストに間に合ったとして赤点回避なんてできると思ってるの。言っとくけど、私はパパに真実をそのまま伝えるから、うん、短い期間だったが、俺にできることは全部やったつもりだ。お前も頼んだぞ。うん、ブータローくん、ニノ。でも一番できてないよね、物理的に。ニノちゃんは最後の一日やれたの、一夜漬け。タイムオーバーだ。うっ、
試験も時期始まる。すみません。やばいよ。私が寄り道したせいで、私も。いや、みんなのせいなんだよな、これ。指導の先生、許してくれるかな。みんななんだよな。みんな遅刻の理由があるんだよな。四つ葉だ。いつき、四つ葉に電話してくれ。もしもし、四つ葉か。もう学校に着いてるな。あ、いや、いい。そのまま学校にいてくれ。ちょっと、どうするつもりなの？名付けて、ドッペルゲンガー作戦。うわー、回収。回収。おはようございます。演技力、演技力。遅刻だぞ。おっと、このリボンに見覚えありませんか？確かに少し前に見たような。先生の手伝いでまた外に出たんです。それを繰り返すのか。授業チャイムはもう鳴ってる。試験までに着席するんだぞ。はい。演技力すげえな。で、どうすんのそれ、頭のやつ。知りがたきこと影のごとく。かわいいな。おおはようございます。いやいやいや、無理があるだろ、無理があるだろ。髪どうしてん？絶対無理。いや、最後上杉くんどうすんだよ。おはようございます。謎杉くんになるよ、これやってたら。おはよう。いやいや、こいつアホやろ、マジで。あの生徒、何週も何してるんだ。先生を騙すなんて、私はなんて無礼を。ヤバ杉くんは、あんた真面目すぎ。よかった、みんな入れたんだ。ごほほりゅうく。あれ、上杉さんは？おはようございます。バカだろこいつ。いいのかよ、ダメだよな。遅刻した上にふざけてんのか。ですよ。ですよね。はいはい。うわ、そうなるよね。早く行け。早く行け。俺がいなくても大丈夫だ。努力した自分の力を信じろ。かっこいいな。それで何言ってんだ。かっこいいですな。アホだけど、見た目がアホだけど、ええよ、ええよ。男らしいわ。いい点取って、風太郎くんを驚かせちゃおう。うん。いいのも。なんで私まで。ええやん。視力を尽くしましょう。頑張るぞ。あ、いよいよ、でもなんか同じ方向向き始めたな。おおおお、ええやん、ええやん、ええですな。難しい問題ばっか。でも私なら分かる。風太郎よりいい点取ったらどんな顔するかな。おー、いいですな。一番大変やで。四つ葉いけるか。お、思い出した。おお、五択の問題は4番目の確率が高い。そうきたか。わかんないや、次。討論やったや。お、勝手に教えてくるんじゃないわよ。ギター。終わった、こんなもんじゃない。いいですね、討論はやったからな。お、式の見直しくらいしてもいいかな。あなたを辞めさせはしません。やる、いいね。どういうことなのでしょうか。君たち一人でも赤点なら辞めてもらうと聞いたか。聞いたか。まあ聞くわな。ライハちゃんのためです。念のため。ええやん、優しい子や。おお、頼むぞ。なんとかなってほしいな。そして結果は、結果はいかに。おお、発表。カレーの日、カレーの日な。集まってもらって悪いな。絵になるな、集まってるだけ。どうしたの、改まっちゃって。中間試験の報告、間違えたところまた教えてね。おお、かわいい。ともかくまずは答案用紙を見せてくれ。はい、私は見せたくありません。見せたくありません。個人情報です、断固拒否します。個人情報。いつきちゃん不安か。ありがとな、だが覚悟はしてる、教えてくれ。おお、国語は山勘が当たって30点でした。山勘。こんな点数初めてです。社会68点。やば。その他はギリギリ赤点。でもすごいじゃん。だいぶ上がってんな。私は数学の39点だけ。うん、今の実力じゃこんなもんかな。うん、平均値は上がっとるな。国数理社が赤点を、うん、言っておくけど手は抜いてないからね。おお、いいじゃん。あ、あるじゃん。一個止まらないんだろ。超えたのは56点の理科のみでした。はい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 。改めてお前らの頭の悪さを実感して落ち込むぞ。うるさいわね。まあでもいいね、合格した科目が全員違うなんて私たちらしいけどね。あ、そっか、そうかも。またあれがね、最初の5人で100点に比べたら、おー、全然、うん、確実に成長してる。うん、全部合格みたいなもんやで。今回の難易度で68点は大したもんだ。いや、本当にな。うん、すごいよ。今後は姉妹に教えられる箇所は自信を持って教えてやってくれ。おお。四つ葉、イージーミスが目立つぞ。もったいない。おお、焦らず慎重にな。一個止まったらダメやの。了解です。いちか、お前は一つの問題にこだわらなさすぎだ。最後まで諦めんなよ。はい。二の、結局最後まで言うことを聞かなかったな。お、俺が来ないからって油断すんなよ。ふん、風太郎、もう来ないってどういうこと。うわ、私、ミク、今聞きましょう。赤点、一個だけ。そっか、一個で待ったらアウトか。
バカ不器用だな。一問に時間をかけすぎて最後まで解けてねえじゃねえか。あー、そういうね、よく見てんだ。反省点ではあります。自分で理解してるならいい。次から気をつけろよ。そっか、全教科で赤点あっちゃあかんのか。父ちゃん。父です。父ちゃん。はい、上杉です。あー、伊豆木君と一緒にいたのか。高校に聞いていこうと思ったが、君の口から聞こうか。嘘はわかるからね。聞きませんよ。ただ、次からこいつらにはもっといい家庭教師をつけてやってください。ということは、試験の結果は…お、やる。まさかの。パパ、ニノだけど一つ聞いていい？なんでこんな条件出したの？僕にも娘を預ける親としての責任がある、うん、彼が君たちにふさわしいのか測らせてもらっただけだよ。まさかのニノが動いた。私たちのためってことね。ありがとうパパ。でもふさわしいかどうかなんて数字だけじゃわからないわ。おお。それが一番の判断基準だ。それもそう。あ、そう。でも結果は出てるからな。教えてあげる。私たち5人で5科目すべての赤点を回避したわ。一個一個だ。嘘じゃないわ。嘘じゃないな。君が言うのなら間違いないんだろうね。これからも上杉君と励むといい。ニノ、今のは5人で5科目クリア。はい、嘘はついてないわ。そんなのありかよ。すごいな。結果的にパパを騙すことになった、うん、多分二度と通用しない。次は実現させなさ い、 いね。お、繋いでくれた。すげえ。やってやるよ。あ、ちょっと今の何の話。誠意を持って。いつの間にか5科目合格してたんですか。違う。そうじゃあない。そうじゃあない。かわいいな。彼とはもう少し長い付き合いになりそうです。あー、はいはい。じゃあこのまま復習しちゃいましょう。お、普通に嫌だけど。いいじゃん。逃げないの。そうだな。成長してる。試験が返却された後の勉強が一番大切だ。だが直後じゃなくてもいいな。ご褒美だけか。パフェとか言ってた。おー、いいぞいいぞ。これは正解よ。大正解。いいよ。まあまあ似合わんけどな。はい、似合わんけどな。ええやん。じゃあ私は特盛りで。おお、特盛り。そんなのあ、金どうすんの。大丈夫。5人で5科目だから一人前だけな。どういうこと。どういうポテト1個。次こそは必ず果たしてみせる。ポテト1個ですか。そういえば上杉さん何点だったんですか。みんなでつまんで。あ、やめろ、見るな。まあ、言うて彼は。え、全部100点ですよね。めっちゃ恥ずかしい。ですよね。この流れ気に入ってるのですか。嘘つき、嘘だろ。おー、マイグネーサブネー。いや、めっちゃええですな。やっとなんか本当にいい方向に行き始めましたね。なんつうか、じっくりこう話数かけてくれてるのいいですわ。急ぎ足じゃないというか、うん、すごくいい。やっぱ楽じゃなかった。簡単じゃなかった。ここまで来るのに。だけども、だからこそのこうなったっていうのが嬉しいよね。はい、ということで今回はこんな感じで締めていきたいと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録、ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!